ラパス県はエルサルバドル中南部の県。県とはサカテコルーカ。2016年の人口は358,267人で、全国の5.5%を占め、14県中8位。面積は1,223.6平方キロメートルで、全国の5.8%を占め、14県中10位。1852年2月に設置された。様々な洞窟壁画がある。 サカテコルーカには、独立の英雄で、中米の奴隷解放者と呼ばれるホゼシメオンカナスワイ、ビラコルチ博士が生まれた教会がある。1833年、先住民のアナスタシオ・アキノが、自らを、ノヌアルコスの皇帝と宣言した。人口は2016年6月30日の値。サカテコルーカ、7988人サンティアゴ、ノヌアルコ、 44,664人、オロクイルタ、38,173人サンルイス、タルパ、3 7百7人サンペドロ・マサート、29,996人サン、ルイス・ラ・エラドゥラ、23,455人、エル・ロサリオ、22,539人サンファン、ノヌ・アルコ、19,336人サン、ラファエロ・オブ・ラ・フェロ、11,284人、 シティポピュレーション閲覧日、2016年12月27日。ありがとうございます。